けってあれこれ世話焼きまくりで、ガッツのあれなんだっけ、女房みたいだよな。何を言ってるんですかこの猿は。バカバカしい。あまりくだらないことを言ってると燃やしてしまいますよ。母ちゃんみたいって言おうとしたんだけど言っちまった。なんだあれ。セルピコは紋章官でしたので、国や諸侯、騎士団などの紋章は全て頭に入っているのです。すげえなお前、ただの召使いじゃなかったんだ。ただの召使いだったんですね、あなたたちの中では。あえて否定はしませんけど。思い描いてください、今見ていたもののイメージを。これは魔術師になるための初めの一歩です。魔術は呪文や象徴に呼応させてイメージを連鎖することで初めて効力を持つものなのです。ものを具体的にイメージできれば私にも魔法が使えるようになるのですね。面倒な相手がいないといいんですが。しておかねえとな。Stop!
私に力を貸してください。頼みます、精霊さんたち。
成功ですね。すげえ、まるで兵隊の国だぜ。まるで法王朝強権の軍隊の見本市ですね。どうした？いえ、別に。ただ野蛮だなと。この物騒なきな臭さ、体に馴染む古巣の匂い。な、どこの軍隊がいっちゃん強えんだ？そうですね、装備を見ればチューダーなのでしょうが、動員できる兵隊の数も見なければなりません。それに団長の素質が問われますね。頼りになりそうか、兵を惜しんでくれそうか。要は強くって人に慕われるカリスマ団長ならいいんだ。男なら己の腕一本で成り上がるもんよ。そうそう、一人いました、カリスマ。グリフィス卿、率いた傭兵団は鷹の団。百年戦争において無敗を誇り、戦乱を終結に導いた伝説の傭兵団の団長です。おお、それなら俺も知ってぜ、男の常識。そのグリフィスってのもすげえけどよ、鷹の団のなんとかっつう切り込み隊長がアホみてえにどつええのよ。なんせ一人で100人から1000人からぶった切っちまったんだからよ。しかし皮肉なことに、そのグリフィス卿と国王との確執がミッドランドが今日に至る運命の原因だとも言われています。大乱が始まろうとしていた。やがて町を包み込むだろう恐怖の霧は海より迫っていた。かあ、ダメだダメだ、話になんねえ。町中の船主に当たってみましたが、全て軍用として徴収されていて、どこも話す間もなく追い返されました。見通しが甘かったか。港にさえ着きゃなんとかなると思ってたが、どうやら今までの出たとこ勝負の旅とは勝手が違うみてえだな。あの、私に任せていただけませんか？え？なんだよファル姉ちゃん、当てでもあんのか？まさかファルネーゼ様。ちょっと出かけてきます、セルピコ。